と5分ほどで中野です。運転士が運転席を代わり反対方向に運転いたします。しばらくお待ちください。お降りのお客様はお近くのドアからお降りください。運賃または乗車券は駅係員にお渡しいただくか駅の運賃箱にお入れください。開くドアにご注意ください。ここでお客様にスイッチバックのご案内をいたします。先ほど停車した赤水駅と次の立野駅の間は九州で一番急な下り勾配のため一気に下ることができません。このため列車の進行方向を変えながらスイッチバック運転を行っています。スイッチバックのご案内でした。Thank you for using the JR 九州 train. さあということでやってまいりましたのは JR 豊肥本線の立野駅に隣接する南阿蘇鉄道の立野駅になります。全線開通に合わせて新たに新築された駅ということで、すごく綺麗かったですね。いきなり高森駅に飛んだんですけれども、ちょっと走行シーンを行きし撮影してたんですけど、あまりうまく撮れなかったんで、走行シーンについては帰りの映像をお届けしようと思っております。正面に見えますのは旧高森駅の駅舎ですね。この旧高森駅の駅舎なんですけど、これ今年まで使われてたみたいで、今年の春かな、春に新しい駅舎ができてそっち側に変わったっていうことみたいです。そしてこちらがホームになります。旧高森駅から立野駅方面にホームを伸ばして、そこに新たな駅舎を作ったようですね。そして反対側には車庫があります。駅の中は記念グッズを買う人やら取材の人たちで溢れ返ってましたね。僕の目的はこれなんですよ。高森駅の駅員ゲットしました。この南阿蘇鉄道なんですけど、旧国鉄の高森線、これが現在の南阿蘇鉄道ということになっています。トロッコ列車のユースゲ号なんていうのも今走ってますね。2016年の熊本地震で被災をしまして、全線運転が見合わせとなりまして、中松高森駅間は、まあ、同年運転を再開したんですけれども、中松立野間がかなり大きな被害を受けたということで、長らく運休してたっていうことなんですね。で、それが今回2023年の7月15日に全線開通して完全復活をしたと、そういう形になっています。で、完全復活に合わせて JR 豊肥本線の肥後大津駅まで乗り入れ、これが始まったんですよね。今現在1日2往復の乗り入れがあるということなんですけども、僕がこの帰りに乗る列車っていうのは肥後大津駅から来た新型車両なんですよね。 MT4000 型っていう新型車両になります。で、これ帰りの列車に乗り込んだんですけれども、これ乗ってきた人が切符を持ってなくて車内で精算するっていう人がめちゃくちゃいたんですよ。なかなか降りる人がさばけなくて、結局出発がね10分ぐらい遅れたんですよね。交通系 IC カードを使えるようにすべきだと思いますね、これからの時代は。乗車に止めます。次列車、肥後大津駅です。
折り返しになりました。この MT4000 系新型車両なんですけど、この列車も肥後大津駅行きということになってます。全面展望のね、いい席を確保したかったんですけど、もう多くの鉄道ファンに占拠されてましたね。高森駅ではね、地元の方、観光客の方問わず旗を振って皆さんお見送りをしてくれました。みんなで運転再開を祝ってるっていう、そんな印象でしたね。高森駅を出まして次の駅ですね、三原市台駅の方に到着しました。ここでも多くの方が旗を振って、こんな横断幕もありますね。おかえり南阿蘇鉄道ということで、皆さん運転再開を祝っておられます。この三原市台駅っていうのは、その名前の通り昔は駅舎の屋上に展望台があったらしいですよ。こんな感じで車両前方は鉄道ファンに占拠されております。そして次に着きましたのが南阿蘇白川水源駅ですね。似たような名前の駅がありまして、もう一つがね、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅っていうのがあるんです。この先に通常は白川水源駅って呼ばれてんのかな。この辺りはのどかな田園風景が広がってますね。そして次に着きましたのが阿蘇白川駅ですね。駅舎の屋根がとんがってるのが特徴になります。さあ、そして次が中松駅なんですけれども、南阿蘇鉄道で唯一鉄道の交差ができる駅になるんですね。ホームが2面2線になってます。考えてみればね、他の駅は全部線路が1本しか走ってないんで、すれ違いができないんですよね。こんなところに銀河鉄道999の車掌さんがいました。久しぶりに見たな。南阿蘇鉄道だと高森駅、立野駅に続いて中核的な役割を果たしている駅なのかもしれないですね。そしてここから先が今回運転を再開した区間になります。さあ、そして着きましたのがこちら南阿蘇水の生まれる里白水高原駅ですね。ここは今現在は違うんですけども、過去には日本最長の駅名だった時代っていうのがあります。だけど通常は白水高原駅っていう風に言われてるみたいですね。さあ、そして次に着きましたのが阿蘇下田城駅です。でこの駅は過去阿蘇下田城ふれあい温泉駅っていう名前だった時代もあって、温泉がね、駅に併設されてたらしいです。ただこの温泉も熊本地震によって被害を受けまして、もう現在はないみたいですね。
さあ次に着いたのが加勢駅なんですけど、ここにもたくさんの方が横断幕そして旗を振って出迎えられました。でこれお揃いの服着てる人って多分ね、南阿蘇村の役所の方じゃないかなと思うんですよね。地域総出で盛り上げてるっていう、そんな印象です。鉄道の沿線にはカメラを構えてる人とか手を振ってくれてる地元の方とかいらっしゃるんですけど、そういう人に対して運転手さんがちゃんと手を振って返してるんですね。これすごくなんかほのぼのしたいい光景でしたよ。そして次の駅が朝陽駅ですね。朝陽駅っていうのはこれ日が長いから朝陽駅っていうらしいですよ。2016年の熊本地震ではこの朝陽立野間、この間の被害が甚大やったらしいんですよね。で橋が落ちたりとかトンネルに亀裂が入ったりとか、そういうような被害がものすごいたくさんあったらしいんですよ。まあ僕も詳しくは知らないんですけども、なんか聞いた話だとトンネルに亀裂が入ってもうすごいやばい状態だったんで、結局今回の復旧工事でそのトンネルをもう丸ごと崩してしまったっていう、トンネルが1個なくなったっていう、なんかそういうことまでやったみたいなんですよね。そしてこちらが白川第一橋梁ですね。一番の景色の見どころじゃないですかね。そして先ほど話したトンネルが一個なくなったっていうのが多分この辺なんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと詳しいことがわからないんで、もしわかる方いらっしゃったらコメントで教えていただくと嬉しいです。この辺りの工事はダムの建設工事のようです。この先線路が分岐してますけども、右側へ行くと南阿蘇鉄道の立野駅なんですけども、この列車は肥後大津まで直通で豊肥本線に乗り入れますので、左側の JR のホームに入ることになります。さあということで JR 立野駅のホームに入線でございます。立野駅にもたくさんの人がいらっしゃいますね。テレビカメラやなんかもあります。そういえば言い忘れましたけども、高森駅はね、なんかヘリも飛んでましたし、あとドローンも飛んでたんですよ。あれもひょっとしたら取材かもしれないですね。ということで、7月の3連休の初日、熊本県の南阿蘇鉄道まで駅員をもらいにやってきたわけなんですけども、いやいやでも復旧してよかったですよね。熊本ではね、あと球磨川鉄道と、あとなんといっても肥薩線っていうね、この2つがまだまだ普通になってるところがありますんで、まあ、これがどうなるかですね。熊本とか九州は、まあ、地震もそうなんですけど、最近だと豪雨災害とか、まあ、そういうのもありますし、なかなかこの自然相手に厳しい土地柄っていうのもあるかもしれないですね。南阿蘇鉄道もね、また機会があれば今度はトロッコ列車乗ってみても面白いかなというふうに思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。